フォレスト・タウンズはアメリカ合衆国の陸上競技選手。110メートルハードルの元世界記録保持者。1936年ベルリンオリンピックの金メダリストである。タウンズはジョージア州フィッツジェラルド出身。同州のオーガスタの学校に通い、学校ではアメリカンフットボールの選手であった。1933年にスポーツ記者が タウンズの総高飛びを見たのがきっかけで、奨学金を得ることができ、ジョージア大学に進学。しかし、大学では総高飛びではなく、110メートルハードルの選手として活躍することとなった。1935年には、全米大学選手権と全米選手権の120ヤードハードルを制したのを、きっかけに、1937年まで60連勝を飾る。 タウンズは1936年ベルリンオリンピックの陸上競技にジョージア州出身の選手として初めて出場した。オリンピックを前に110メートルハードルで14.1秒の世界新記録を樹立。ベルリンでは110メートルハードルで14秒2で金メダルを獲得。オリンピックの直後、ノルウェーのオスロで史上初の13秒台となる。 13.7秒という驚異的な世界新記録を樹立。この記録は第二次世界大戦後の1950年まで14年間破られなかった。引退後、タウンズは母校のジョージア大学でコーチとして1975年まで後輩の指導に当たった。ありがとうございます。